ラスワイズファクトリーです。朝からからお酒も飲まないで喋ったのが珍しいです。今日が10月の14土曜日。雨だんだんですね。しばらく雨続くらしいですね。もうくっそ寒いし、困ったもんな。で、朝っぱらから、まあ、毎日のね、まあ、一日の流れなんかの打ち合わせを、スタッフとミーティングを、やったりとか、お茶飲んだりとか、まあ、その日の流れを、世界の平和を祈りながら考えたりとか、今日ね、なんでこんなことやってるかってね、ちょっと暇なんですよ。部品も入ってこないと作業も触れなかったりとかね、なんか店頭も暇そうだし、今日どうしようかなっていうね。一人でこんなことやってるのも結構切ないもんです。一人って結構大変ですよ。だから本当、うちがね、お手洗いが2階になるんですけど、まあ、ここの、まあ、ウェイティングスペースと、まあ、奥に工場があって、トイレが2階になるんですよ。で、ね、あるじゃないですか、もろもろの生理現象ね。ちょっと上行ってお勤めしてる時なんかはもう、お客さん来たりとか、宅配便のお兄さんが来たりとか、なんかもううっすら聞こえるんですよ。すいませんって、みたいなことがね。そうだ、ほんとね。電話番してくれる猫とか杓子とかいてくれるだけでもね、そういう時助かるんですけどね。まあそうは言ってもな、なかなかな。使える猫とか犬とかいねえかな。犬飼いたいな。